こんにちは。暗いね。こんにちは。みんな元気？はい、こんにちは。初見さん、こんにちは。今日も可愛いね。やった。今日まだすっぴんだけどね。今日は仕事休み。お、いいじゃないですか。ありがとう、見に来てくれて。こんにちは。ちょっと私まだ朝のコーヒーを飲んでないので、飲もう。こんにちは。髪ストレートで下ろしてんの、すこ。イエーイ、今日はストレートにした。どうせうねるけど、後でどうせ髪の毛死んじゃうけど。こんにちは。お部屋綺麗だねって、こんな壁とドアしか映ってないの、そんな無理やり褒めないでいいですよ。ショールームが終わったらメイクしてシブパラの準備をします。こんにちは、初見さん、ありがとう。こんにちは。なんかさ、最近さ、めっちゃさ食欲がやばくてさ、めっちゃご飯食べてんだけどさ、体重が減ってるんだよね。不思議です。めっちゃ不思議。なんかめっちゃ歩いてるからかな、歩いてるからさやのお腹がすくのかな、わかんないんだけどさ。おはよう。朝のカフェオレはうまいぜ。今日の服で細く見えるかもね。え、上細く見えない。ハートネックレスいいね。いいでしょ。今日ネックレスしてみた。今日首元がちょっとさ空いてるから寂しいからネックレスしてみた。この服は昨日買ったよ。昨日買いに行ってきた。上はね、下はもともと持ってるやつだけど。こんにちは。そう、昨日はおしゃれな服をちゃんと買ったよ。今まではあんまりなんか首が空いてる服とかさ、ちょっとこう
袖がこうピタッとしてるやつとか、まあ、ちょっと隙間空いてんだけどなんかあんまり買わなかったんだけど買ってみた。一旦買ってみたらどうなんのかなみたいな。ちょっとさ、三脚もちょっと伸ばしたいからさ、ちょっと天井近くの壁移しといていい？よいしょ。ちょっと待って、背が高すぎる。あ、やばい、下がりすぎ下がりすぎ。このぐらいでいいな。こんにちは。こんにちは。くしゃみ出そう失礼。今日はね、8時に起きようと思ったら10時に起きたよ。ここ3日ぐらい毎日そうなんだけど、毎日8時に起きようと思って毎日10時に起きてる。毎日起きれないんだけどなんかさ、もう仕事があるから8時に起きなきゃいけないってなったら8時に起きるんだけどさ、まあゆっくり起きてもいいけど、自分の時間を作るために早く起きようと思うと、まあ自分の時間いっかって二度寝すんだよね。そう、まあ自分の時間睡眠に潰しちゃってもいいかってなって二度寝しちゃうから本当よくない。だから今日もっと早い時間に、朝にショールームしようと思ったら全然昼だった。全然昼間になっちゃった。まあでも早く起きれない一番の原因は2時に寝てることだと思ってる。もう原因は分かってんだなんでさえはいつも寝る時間が2時になっちゃうの。一人暮らし始めてから2時に起きてる、あ、寝てて、よくない、非常によくないね、よくないね。困った。困ってるけど。昔牛乳飲んでたら笑わされて鼻から牛乳出ました。汚い。それまで何してんの？お風呂入ったりしてる。昨日とかさ、11時にお風呂入ったはずなのにさ、長湯しすぎて1時半ぐらい、あ、12時半ぐらいに出たんだよね。そう、それのせいだろうな、お風呂のせいだと思ってる。のんびり入っちゃうんだよね。ゆうりさんに0時におめでとうツイートしてるおしまいが可愛すぎて泣いた。まあ0時7分とかだったけどね私はね、マジで二度寝したくない。8時に起きた、8時に起きたら1日マジで長いんだって。10時に起きるともうすぐ昼来てすぐ1日終わっちゃうから、ほんと1日を無駄にした感がすごい。もうちょっとお風呂早く入るのが目標だね。ショールーム終わった後にゴロゴロしちゃうからいけない。え、マジでフローリングのただの床にゴロゴロするから体バキバキになるしアホなんですけど、なんかさ、実家にいた時みたいにママがさ、早くお風呂入りなってこうお尻を叩いてくれないからさ、全然入れないんだよね。お風呂好きなの私。10時起きのその感覚わかるでしょ。もう気づいたら昼じゃんね、10時に起きたら。
待っちゃうよ本当に。することないのにもったいなく感じる。え、そうなんだよ。なんかさ、早起きしたら下でさ、やることなくてもなんかするやんってなるとさ、やっぱ8時に起きた時と10時に起きた時でその2時間がでかいんだよね。なんか消えてなくなったってなる。まあその2時間をその前日の夜中の12時から2時に当ててるんだけど、多分でもその時間携帯いじってるだけだからマジでもったいない。もう携帯いじらんで早寝てって感じ。12時に寝るのを目標にすれば多分8時に起きるんだわ。今2時に寝て10時に起きるというか、8時間睡眠が私の自然起床のちょうどいいタイミングだから、12時に寝れば8時に起きるはずそう、その仮説をもとに早く寝るのを目指したい。今日は12時に寝たいな。でも帰ってきたら速攻ご飯食べてお風呂入って携帯をいじる時間を作るぐらい早く動けばいいんだ。だから11時半とかに布団入れば30分携帯いじれるから、その間さえの眠気が来るはずだから、っていうことだな。11時半に布団に入るのを目標にしたら12時に寝れるのではなかろうか。10時過ぎて起きたんで出かける気なくす。え、わかるわかる。でもなんか私もうお昼ご飯を意地でも家で食べないとお金がかかるから、結局家を出るのは午後になるわけ。そうだからもうなんかどうでもいいやって感じになってきた最近。長野にいた時はさ、ママと一緒にご飯食べ行こうとかさやってたけど、もう外でご飯食べるなんてもってのほかですそんなお金がかかることできませんっていう感じで生きてますね。いかにお金をかけずに生活するかが今の問題点。遊びに来たよ、やっほー。その食費が一番削れる、削ろうと思えば削れるからね。そう、そこないよね。ぐんまりさんみたいにおにぎり持ってく。この前はレッスンの時は焼きカレーをねお弁当にして持ってった。そう、おにぎりでもありだよね。洗い物ないし食べやすいし便利。でもさ、今玄米食べてるからさ、玄米がさ結構パラパラしてるのよ。白米みたいにさ、こう米たちがこうくっつかないわけ。ギュッギュッギュッってならないから、おにぎりにしてもポロ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 って食べにくいから、そうお弁当箱に詰めるのが一番いいかなって思ってる。こんにちは。こんにちは。でもなんかメンバーとかにもしご飯誘われたら、それを断るのはちょっと人付き合いが悪すぎるので、そういうのは行くようにするけど、なんか一人で外出して一人でご飯食べるのはマジで一番無駄だなと思ってるね。自分だけだったらさ別に、まあ、食わんでもええかみたいな。で、人との食事は大事にしていきたい。でもさ、メンバーにご飯誘われることめったないから、まあそんなこと、そんな機会が起きないんだけど、悲しきかなこんにちは。
焼きカレーの時は米入れてないです。こんにちは。わかります、嬉しい。でもね、人付き合いが一番大事っていうのは変わらないですからね、いつどんな金欠でも。え、なんか嫌じゃない、ご飯行こうって言って、あ、こんないからいいやみたいな言われたらさ、えってなって、もう誘えなくなっちゃうじゃん。はい、また断られるかもって、それは避けたいよね。そう、しげんさん、はじめまして。はじめまして、こんにちは。スープカレー好きですか？スープカレー好きだよ。北海道の本場のスープカレー食べたい。なんかヤングコーンが入ってたりするやつ、あれ食べてみたい。美味しそう。私は呼ばれたら教育用にしてる、復活目指してる。いや、それな、さえもね、誘われたら絶対ノーと言わない人間になりたいね。お金ないって断られるとさ、今後さ誘いにくくならない？なんかいつもお金ないから誘っても無駄かもみたいな。そう、しけさん、こんにちは。こんにちは。だからいつ誰にご飯を誘われてもいいように、あの普段の食費をいかに削れるかっていう、そういうことだね。人付き合い大事、人付き合い大事。そう、普段の食事を削る方向なの、受けた。そう、まあ一人の食事はまあね、いいやん。よくはないけど、まあいいやん。そう、なんかメンバー割とみんなお金あるんだよね。よく外食してるからさ、そう、すげえなって思う。 そう、ただでさえさえご飯誘われないから、それで断ったらもう本当に誘ってもらえなくなっちゃうから、みんなにご飯誘ってほしい。ご飯行きたい、人とご飯食べるの好きだからさ。あ、そう、この前さ、私はあれがないって言ったじゃん、なんだっけ、保冷剤。この前パパがさ TDC 見に来てくれた時にさ、なんか大量の保冷剤持ってきてくれたから、これからお弁当を持っていく時保冷剤があるから安心だね。お金なくても外食しかできない人も、まあでも本当にお金なかったら外食は無理じゃない？もうスーパーの割引のお惣菜買うとかになるんじゃない？本当にお金なかったらね、知らんけど。そう、パパがね、そう、自宅から持ってきてくれた。なママに言われたって言った、ママが次東京行くとき、さやかちゃん家に、そう、さやの家に保冷剤持ってってあげてって言ってくれたらしくて、持たされたって。気が利くママパパ、こんにちは。昨日ね、なんかお風呂入りながらね、あ、家帰りたいなと思った。
もういいな、家帰りたいな、一旦家帰りたいなってすごい思った。2日ぐらい家帰ってエネルギーチャージしてきたいなって、昨日すごい風呂で思ったよ。めいっ子といっ子にも会いたいし、そう、まあ、全然ホームシックで泣いちゃうとかじゃないんだけど、あ、帰りたいかもみたいなフランクな感じで思ったね。あ、帰りたいって。そう、そういう感じで生きてます最近。こんにちは。今日めちゃくちゃ暑くない？今さ、いつ昼ご飯が食べたくなってもいいようにキッチンで配信してんだけどさ、キッチンめちゃ暑いんだけど、暑すぎわろた。やだな今日暑いの。あ、でもね、ちょっとみんな待ってて。なんか腕の日焼け止めの手袋みたいなやつ買いました。ついに買ってきたよ。ちょっと開封するね。よいしょ。暑いのにこれからエアコンないとこ行かなきゃいけない。それはそれは、なんか服装とかで体温調節してお水もいっぱい飲んで熱中症に気をつけて。え、マジみんな熱中症に気をつけようね。私ももちろん気をつけてるけどさ、みんなも気をつけて、お互いに。体調を崩すのだけはやっぱ一番きついから。太陽ガンガンか。そう、買いました、日焼け防止アームカバー。あー、すごい、一昔前に親がつけてたわ。おママがつけてたよ。ほら、こんな感じ、日焼け防止。これで多少は日焼けしないかも。日焼け止め塗ってるけどさ、日焼け止めの効果をいまいち感じてない。全然焼けてるんだけど、私もうすでに。ママが運転するときによくつけてたやつ。ここにね、猫ちゃんのマークがあるの、かわいいでしょ。買いました。そなんの服にも合うように黒買ってきた。やっぱ薄いから日焼けしそう。日焼け止めと併用だね。なんか涼しいよってやつ、涼しく感じるよみたいなやつ、冷感なんちゃらみたいな。まあ、全然これつけてたら暑いけどね。黒がね、ちょっと熱をこもらせちゃうから。全然暑いのは暑いんだけど、まあ気持ちの問題よね。っていう感じ。日焼けできるだけしたくないけど、でもさ、長袖着てくとさ、レッスンの時とかめちゃくちゃ暑いわけだからさ、半袖は着たいけど外にいる時だけカバーするって感じ。ね、指も刺すとかあっていい感じ。買いました。そう、日傘もさ、頑張って今差してるけどさ、傘差すの基本的に好きじゃないからさ、すごい我慢して日傘差してるんだ。だからどうしても嫌な時はもうこれに全信頼を置く。そんな感じだね。こんにちは。
そう、傘を差したくない気持ちを頑張って抑えてね、差してんだわ。でもね、やっぱ日傘すごいよ。ちょっと涼しく感じる。やっぱ日、あの暑いのってさ、日の光だからさ、太陽から熱風が届いてるわけじゃないからさ日がやっぱ日の日光がやっぱ熱を届けてるらしくて、だからあの光をこう遮ると多少涼しくなるっぽい。熱中症対策にもなるし、日焼け対策にもなるし、男性でもね今日傘さしてる人増えたしね。みんなも熱中症対策に日傘どうでしょうか。渋パラって何？ももちゃんのねラジオですね。渋谷で、名の通り渋谷でやるんですけど今日ももちゃんのラジオに出演します。18時からかな、50分間ですね。え、ももちゃんとさ2人で50分って結構いっぱい喋れそうじゃない？楽しみ、めっちゃ楽しみ。信号待ちの時は日陰で待ちます。いや、そういうの大事だよね。日陰探すよね。頑張ってください。ありがとう。楽しみ。でもなんか頑張るってより普通に楽しくももちゃんとおしゃべりしに行くぞって感じ。あはかわいい、ありがとう。ももちゃんが配信でサリー呼んだって言ってたらしい。え、そう、あのさラジオさ、ももちゃんがさ呼びたいって思った人をゲストに呼ぶらしいのね、メンバーで。だから私を選んでくれて嬉しいです。ずっと出たいなって思ってた。でも一人ゲストって結構嬉しくない？だから2、3人ゲストいたらさ喋れなくなっちゃうから、マジ一人ゲストでよかった。やっぱ1対1だと会話のキャッチボールだからさ。に、私もさ人並みに喋れるんだけど、なんか3、4人になってくるとさキャッチボールじゃないじゃん。そのどの球を拾ってどの球を相手に渡すかみたいな、この駆け引きが始まるから急に難しくな、ね、急に難易度上がるからさ。そう、1対1でよかった。私の苦手な複数人じゃなくてセーフ。楽しみだな。でも今日なんか鼻の奥が詰まってるからちょっと、多分朝だけだと思うんだけど、夜までに治ったらいいな。すごい喋りにくいんだけど頭の中になんか水溜まってずっと反響してる。気持ち悪い。会いに来たよ、ありがとう。こんにちは。あ、そうそう、今日さママから LINE が来てさ、最近メール送ってるって LINE が来てさ、私は毎日さ1通以上は必ず送ってるわけ。そう、まあ最近1通かな送ってるのにさ、なんか2日間届いてないよって LINE が来てさ、泣いた。ゆいゆいとなぎちゃんと撮った写真を送ったのに、一昨日はゆいゆいとのツーショット、昨日はなぎちゃんとのツーショットっていうさ、もう私の秘蔵写真を送っていたのにさ、メールが届いてなかったの。悲しい、本当に悲しいんだけど、送ってるのにほんとにごめんね。全然メール送んないクソ野郎って思ってたでしょ、みんな。許して。何がいけなかったんだろう、何がいけなかったのかわかんないんだけど、なんか一昨日は何書いたっけな、なんかそう横内さんの舞台ですごいお勉強させてもらったから、本番のミュージカルまでに、そうそうそう、なんか自分なりにこう真面目にこう真摯に取り組んでいくよみたいなの書いて、昨日はなんか今日暑かったねみたいな、そういい洋服が買えたのでよかったですみたいな書いたのよ。なんかもう外に出ちゃダメなのかな、
わかんない。外出したっていう事実がもうダメなのかな。でも仕事で外出してるし、もう何がダメなのかわかんない。なんかさ、プラミってさ、ファンの方からさ、そのお金をいただいてやってるコンテンツだからさ、その適当にやりたくないじゃん。だからこうガイドライン的なの欲しいよね。これは書いちゃダメ、これはいいみたいな。ごめんねみんな、今日は届くといいな。今日目標3つで昨日おとといの分も今日送るわ。主権さんありがとう。理由は聞けないの。なんかメールを校閲してるスタッフさんが全然マネージャーさんとかと違う人で、連絡の手段がないって感じ。こんにちは。なんか外出がダメなのかも。毎日家に引きこもってたっていうメール送るねお仕事以外は家に引きこもってたっていうメールを送るしかなさそう。いや舞台見に行ったのは完全にでも仕事とプライベートの間ぐらいだと思ってたんだけど、横内さんにこう勉強しに来てほしいって言われて行ったから。はあ、悩み。まあちょっと今日は届くといいな。で今日は朝3通送るんで、3通届かなかったらなんか届かなかったんだと思ってください。そう、さあ毎日どんなに暑くてもマスクを二重につけて、不織布のあの紙マスクもつけて、手洗いうがいもして、どの店に入る時も出る時もアルコール消毒をして、外食もしないですごい意識高い系女子やってるんだけど、なかなかあかんな。初見です、ありがとう。難しいところではある。ちょっとでママが教えてくれてよかった。ママが教えてくれなかったらずっと泊まりっぱだったかもしれない。ちょっと届かなかったゆいゆいとなぎちゃんとのツーショットはまた今日送りたいと思います。みんなの手元に届かないのがもったいないくらい、ちょっと2人とも可愛いから送ろうと思う。そう、この話はそう今日のショールームで謝罪しようと思ってたんだ。届いてなかったのねって話をしようと思ってた。すっかり忘れてたね。なんかさ、その普段撮ってくれてる人はさ困ってるよって言ってくるけどさ、お試しで3日間とかの人ってたまにいるじゃん。そういう人がさ、こういうさ、なんか高閲で引っかかって届かない日とかに当たったらめっちゃかわいそうじゃない？こいつ全然メール送んないじゃんってさ、半切れにならん？さえはそれが一番懸念だよね。せっかく私に興味持ってメールをさお試しで取ってくれたのにさ、あこいつ全然送んないじゃんってなってさ、冷められたらめっちゃ損じゃない？え送ってるのにみたいなだからその嫌だよね、嫌だよね。なんかもうね、普段撮ってくれてる人はさ、まあ、1ヶ月のうちに 2,3 日送んなくても大丈夫だよってさなるかもしれんけどさ、そうそうそう、それが懸念だね。こんにちは、こんにちは。まあなのでちょっと届く内容のメールを送れるように私も気をつけます。何がダメなのかわかんないけど、多分外出がダメなんじゃないかな。それ以外なんか超当たり障りのないメールだったから、でも外出ましたが多分あかんから、外
出ましたわ。ショールームで言うわ。今日ここ行きましたが、もしあったらショールームで言うわ。多分外出がいけないんだと思う。それ以外に思いつかない。まあだからそれだけはみんな許してねっていう話でした。昨日おととい届いてなかったっぽい。すまぬすまぬ。ツイッターとかはさ、校閲がないからさ、まあ、割と自由なんよね、ツイッターの名号法は。まあ、本当にダメなやつは怒られるけど、倫理に反するものとかは怒られるけど。そう、コマリンチョですね。ピエン、ちょっとお昼ご飯でも作ろうかな。もうお昼の時間ですよ。皆さん、みんな何食べる？今日何食べよう。私悩むな。悩みだね。まあ、ちょっとスープをまず盛ろう。作り置きスープ、私の冷蔵庫に一生一生ではない、一昨日ぐらいに作って冷蔵庫に入れてあるやつ。そろそろ飲み終わらないとまずいね。そろそろ飲み終わらないとまずいんだけど、何食べようかな今日。悩ましい。毎日何食べるか悩ましいね。今日は渋パラでいっぱいお話パワフルに話せるようにお米ちゃんと食べていこうかな。こんにちは、こんにちは。暑いかお腹空いてるけどなって感じやから、何食べようかなって。なるほどね。そうか、夏バテするタイプだもんね。みんな夏バテするタイプ？夏バテしてご飯あんまお腹に入らないタイプの人いる？私は暑くてもじゃんじゃが食べれるよ。安心だね。さやかちゃん夏バテっていう言葉知らないから。お昼は簡単にしよう。この私が作り置きしてあるプルコギ食べよう。プルコギ、パンって定期的に作ってるの？なんかさ、実家にいた時はさ、家族にも食べてもらったから作ってたけどさ、今はさ自分で食べなきゃいけないからさ、今ダイエット中だからちょっと作ってないし、パン買ってないからパン一切食べてない。こう1ヶ月ぐらいパン食べてないかな。でも動画撮りたいから、ちょっと太らない程度にね、ちょっと焼きたいんだけどさ、パン食べたら絶対太るからさ。いや食べ過ぎなきゃ大丈夫なんだけど、それ困ってます。なんか私のパン食べに来てほしいけどさ、この時期だからさ、人に振る舞ったらなんか普通に怒られそうじゃない。そろそろ食べきらなきゃいけないししゃもが出てきたので、今日はこれを焼いて食べたいと思います。もう全部冷凍から作り置きなんだけど、米も冷凍だし、プルコギも冷凍で作り置きだし、シシャモも買ってすぐ冷凍してあるやつ。洗い物増やしたくないからトースターで焼こう。でも今普通にこのご時世メンバーにパンとか渡したら多分普通に怒られるから。
みんなもね、野菜のパン食べたいってすごい言ってくれるんだけど、そう、私もみんなに食べさせてあげたいんだけど、こう社会が許してくれないんだわ。トースターさ、実家で使ってたのが便利すぎて全く同じの買ったんだよね。実家と全く同じの買いました。色地買った、色地。私が映ってないわ。あー、このシシャも剥がれてくれない。めっちゃ冷凍されてる。いっか、この子たちはこの子たちで焼こう。気になりますけど。うち冷凍庫だけのやつ欲しいくらい何でも凍らせる。でもなんか凍らせたら便利だよね。便利。こんにちは。どのお皿に盛ろうかな、今日。 IKEA で買ったお皿にしよう。昨日さ、初めてさ、こう IKEA で買ったさ、超シンプルなお皿使ったんだけど、めっちゃ良かった。なんかいいサイズだった。みんなもおすすめ。 IKEA で79円だよ。安すぎじゃない？安すぎ。このプルコギみたいな、プルコギもどきもお皿に盛るぜ。けんさん、こんにちは。なんか味付きのね、牛肉がすごい安くなってたから、それに味付きの肉さ、ただ焼くだけだと味濃いからさ、じゃがいもと小松菜かな、なんか葉っぱ入れて炒めたんだ。そう、79円で買えるお皿があるんですか？マジで驚いてる。そう、 IKEA マジ安いよ。100均より安いからね。100均でも110円するのにさ、 IKEA さ、税込み79円はさ、ちょっと破格すぎん？そりゃ買っちゃうよね。見つけた瞬間買いだよね、さすがに。でも待って、気づいたんだけど、 IKEA のお皿って電子レンジで使えるのかな。ちょっと怖くない？そういえば見てないや、シール入っちゃったな。で、あれ海外の言葉だったからそもそも読めないけど、電子レンジ無理かも。なんかもし電子レンジ無理だったら嫌だから、電子レンジ OK のお皿に移して電子レンジしよう。で、食べるときにそっちに盛ろう。恐怖が勝つわ。試験さん、こんにちは。普通に美味しそうじゃない？ちょっとすごいタッパーの形で四角ってなってるけど、美味しそうじゃない？いい匂いなんよ。で、なんかトースターと電子レンジが同じコンセントさせてあるから、多分あのワット数超えちゃうんで、あのトースターが終わらないとさえは電子レンジできないんだけどね。暑いからおそばにすることにした。いいと思う。スーパーの惣菜でたまに溶ける。気をつけて。惣菜のままで、惣菜のなんていうの、
カップのままレンチンしちゃうってこと？それは危ないで。電子レンジ OK。 あ、OK なんだ。じゃあさ、今無駄な洗い物を増やしただけの人間だったな。まあ、いっか。じゃあさ、79円で電子レンジ使えるお皿って超コスパ良くない？てか調べてくれてありがとう。そもそも優しすぎる。めっちゃいい人、私のために。私のために調べてくれたの、優しいわ。ご飯もお皿にもーろう。あ、みんな今調べてた、だから急にコメントが減ったってこと？みんな調べに行ってくれてた説、優しい。お昼うどんいいね、焼きそばいいね、麺類多いですね今日。やっぱ暑い日は麺類がいいのかな、つるっと入る感じが。焼きそばとかさ、久しく食べてないな。そういえばそばも焼きそばも久しく食べてない。うどんぐらいしか麺類最近食べてない。ラーメン食べたいんだよね今。ラーメンが食べたいです。ラーメン一食800円ぐらいするからさ、店で食べるとちょっと一段段踏んでる。一食800円は高いなと思って。でも店で食べたいじゃんラーメンは。こんにちは。そうめんに天ぷら、美味しそう、いいな、いいな。なんかいい匂いしてきたけど焼けてるのかな。分からん、焼けてるのかどうか分からん。魚ってさ、焼き加減むずくない？焼けてるように見える、チーン。焼けてるように見える。ね、ご飯解凍。担々麺が一番好き。わかる、さ、ラーメン担々麺一番好き。こんにちは。袋のラーメンで冷やしラーメンみたいなのできる。そうなんや。こんにちは。横からのこの絵良すぎる。本当？イエーイ。まあ、本当はね、YouTube 撮るときはこの棚をこう回転させてこっちに向けるんだけど、今日はめんどくさいからやってない。がすいたな。よいしょ。私の冷蔵庫の中がバレた今、恥ずかしい。まだ冷たい。こんにちは。どこにいるの？いや、キッチンにいるよ。見ての通りキッチンですよ。お腹すいた。みんなもお昼の時間だから食べてね、なんか良きタイミングで。
今のはご飯の匂いを嗅いだっていうより、ご飯に顔を近づけて冷気を感じるか温かみを感じるかで温まってるかどうかを確認したってだけ。匂いを嗅いだわけじゃない。オッケー、ご飯いい感じ。ちょっとほぐしておこう。湯気。じゃあこのプルコギもどきもレンチンしようっと。じりじり言ってる。そう、玄米です。そういや、美味しそうだね。めちゃくちゃ美味しそう。よいしょ。よし、ししゃもを持ってくる。あ、でも焼き加減いい感じかも。今日はこんな感じ。でスープも温めなきゃ。もうさ、全部作り置きだからさ、全部さレンジで温めてるんだけど、なんか日々の食事を手を抜いていることがバレている。卵かけご飯とか納豆ご飯とか食べる？最近食べてないかも。普通に好きだけどね。ちょっと今お盆とかがないからみんなに一気に入って見せれないんだけど、お盆はないけどまな板はあるな。まな板に乗せるっていう手もあるよね。リリリリリ、はい、オッケー。こぼさないように細心の注意を払ってみんなに見せたい今日の私のご飯。あ、でもこの後サラダもちぎるからこれプラスサラダなんだけど、一旦ね、こんな感じ。一旦この後サラダがくっつきます。この後サラダがくっつくけど今日のご飯こんな感じ。イエーイ。この後サラダはちぎります。サラダは作り置きしてないので普通にレタスをちぎりたいと思います。 OK、 定食ができた。あーつ熱すぎます、熱すぎます。この部屋キッ
鎮圧すぎます。思ったより豪華でしょ。ヘルシーですよ、玄米だし。スープは豆腐と大根とネギが入ってて、でプルコギはお肉と小松菜とじゃがいもが入ってるから栄養素いっぱい入ってて、でお魚はタンパク質いっぱいでヘルシー、ヘルシー、そう、そんな感じ。毎日さやかちゃんのご飯はヘルシーで成り立っています。じゃあこの後私はお昼ご飯タイムになるので、みんなもまあ12時ぐらいからご飯みんな食べて、ちょっと夏ね暑いんですけど、ご飯をしっかり食べて乗り切っていきましょう。これから乗り切っていこう。そう、じゃあランキング、あー時計がお水に濡れたわ、壊れちゃう。じゃあ終わりにします。ランキング読むね。13位やつさんありがとうございます。12位ソフさんかな、ありがとうございます。11位まさとさんありがとうございます。10位カモンカモンさんありがとうございます。9位プトラカブシショウさんありがとうございます。8位あやかんちゃんありがとうございます。7位バイコゾさんありがとうございます。6位大観さんありがとうございます。5位元気さんありがとうございます。4位ともちさんありがとうございます。3位ピアノマンさんありがとうございます。2位やつさんありがとうございます。そして1位は立山県警さんありがとうございます。じゃあ本日18時からシブパラゲスト出演しますので、みんなよろしくね、お楽しみに。シブパラの時はメイクしてます、今はすっぴんだけど。ではみんな午後からも頑張ってね、バイバーイ。